皆さんこんにちは。精密測定機器メーカーのマグネスケールです。 LT80、MG80 はデジタルゲージの測定データを収集・保存できる計測ステーションです。今回は LT80、MG80 を外部機器から操作したり演算結果を出力できる IO 機能をご紹介します。IO 機能を使うと外部機器からリセット操作をしたり判定結果やアラームを外部機器へ出力することができます。自動化や周辺機器との連携が可能です。システム全体はこのような構成となっています。LT80、MG80、LZ80 はそれぞれに IO 端子があり、機能が異なります。システム全体をコントロールしたいときは、表示ユニット LT80 の IO 機能を使います。例えば、すべてのゲージを一括でリセットしたいときや、アラーム監視などに適しています。ユニット内のカウンターモジュールをコントロールしたいときは、メインモジュール MG80MA の IO 機能を使います。例えば、メインモジュールが複数接続されている場合、特定のメインモジュールだけコントロールできます。表示フレームごとのコントロールをしたいときは、オプションの IO モジュールLZ80 を使います。例えば特定の表示フレームだけリセットするなど、より細かいコントロールが可能です。各機能の詳細は取扱説明書をご覧ください。では実際に外部機器とつなげて動かしてみましょう。今回はスイッチとランプを接続して合否判定をランプで表示し、スイッチでリセットする動作をさせてみます。最初にスイッチとランプを接続します。今回は LT80 の IO 端子を使用します。参考までに今回の接続図をご紹介します。基本的な設定が完了した状態で IO の設定をしていきましょう。メインメニュー、測定メニュー、ディスプレイ IO の順に進み、インの1番にリセットを割り付け、アウトの1番にコンプ NG、 2番にコンプ OK を割り付けます。 IO の設定も LT80 の画面でこのように非常に簡単にできます。各端子には任意に設定を割り当てられるため、外部機器を接続した後でも IO 設定画面から変更できます。今回は OK が緑、 NG が赤になるように設定しました。設定が完了したら動作させてみましょう。スイッチとランプが作動するとIO のモニタリング画面でこのように確認ができます。はじめにマスターワークをセットしてスイッチを使用してゼロリセットします。今回はプラスマイナス 0.2mm で交差を設定しました。ワークを測定してみます。測定するワークによって交差判定がなされ、判定出力の結果としてランプが点灯します。さらに LZ80 を使えば表示フレーム単位の設定ができます。例えば特定の表示フレームのみのリセットやプリセット、識位置の切り替えなどができます。いかがでしたか？ IO 機能を使えば外部機器から操作したりモニターができます。
LT80、MG80 のこの他の機能は別の動画でご紹介します。今後も皆さんのお役に立てるようなノウハウや豆知識を配信していきますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。